リポートとの違い、その場でやる。地域対抗来ましたね。地域対抗どのエリアの方が一番脇汗が多いのか、脇の湿度が高めですねみたいな解説を入れながらバカバカしい、バカバカしい。あ、何測れんだろうな。風速でしょ、気温ね、湿度ね。ね、脇汗でワールドカップみたいな来てますよ。おっと、いい脇汗かいてますよ、ね、解説バシしそう、バシしそうだね、うん、あ、もう何、ビニール袋にふって、あ、そうか、空気入れたら気圧変わるって、それ相当入れないと変わんないんじゃないかな。相当じゃないそれ変わんない。あ、まさか細かく測れるからいけんのかな。1ヘクトパスカルぐらいいけんのかな。測る企画ネタ広がりましたね今ね。ね、お。よくわからない方向に行ってしまいましたね今ね。はい。そんな、測ることに燃え始めた川村キャスターでした、はい、いい方の名場面だったんですか今のは、はい、すいません、流れを読めなくてすいませんでした、はい、年末また皆さんで楽しみましょう。半年後楽しみです、はいはい、さあ続きましてサンシャインから届きました。6月19日堀田サンシャインから届いてます。それでは見てみましょう、どうぞ。最近何があったかな。あ、そうだ、今日菊池さんが朝から面白い話をしてくださって、菊池さんがこの間丹羽さんと恋愛の話をしたらしく、すごい盛り上がったっていう話を朝からですね。丹羽さんの恋愛論としては、あ、丹羽さんの恋愛論はですね、丹羽さんはいつでも門を開けてるそうなんですよ。相手が絶好調の時は放っておく、相手がやばい時は救急車、丹羽さんが駆けつけるということ。はい、そうです。で三十数年に朝も開けてるらしいんですが、いまだ入場者。これ私は菊池さんから朝聞いた話ですよ。菊池さんが丹羽さんと話した話をですね。電話しようか。はい。はい、そうですね。いまだに入居者はないですけど。彼の部屋には、はい、ワンルームです、はい、サンシャインの話じゃねえじゃん、ね、庭の話じゃない、ね、はい、残念ながら庭がいないんですけど、さっきまで横線でいたんだ。あ、ちょっとさ、俺のあの携帯があそこの机のところで充電してるんで、ちょっと持ってきてくんない？生電話してみましょう。さっき帰ったらしいんで、まだ起きてるはずです。数分前なんで。電話でちょっと呼び出して真相を聞いてみたいと思います。そうだね、なんで菊池ディレクターと恋愛の話になったんですかね。菊ちゃん結婚してますからね。はい、ありがとう。出るかなこの人。ちょっと待ってくださいね。
スピーカーフォンで書きます。こちらは NTT ドコモ。あいつ電源入ってねえな。あいつ電源入ってないよこれ。このパターン。あのね、すぐこう留守電になっちゃうっていうのは電源入ってないよあいつ。こちらは。あの野郎。着信拒否か。しょうがないっすね。しょうがないっすね。また、ええ、これは見てた。もしかして。あのね、今チャットで危険を察知って言ってるでしょ。あいつね、なんかね、そういうのちょっとあるんですよ。ね、基本なんかね。鹿みたい。なんかね、常にね、こうなんか耳がね、こう危険になるとね、ピクってね、すぐ反応する。そういうとこありますわ。ね。そうそうそう。なんか後ろからね、いたずらしようと思ってもダッってなったりする。あいつなんかある。予知能力ちょっと持ってる。はい、ということでサンシャインの、名場面でした。続きましてコーヒータイムは6月18日のマイエーコーヒーから届いております。それでは見てみましょう。どうぞ。さあ、それでは、現在のお天気の状況、最新情報状況を確認していきましょう。それでは予報センター、この時間は木田さんです。木田さん。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、久しぶりですね。そうですね、はい、お久しぶりです。久しぶりです。なんか先ほど美味しそうなものを飲んでいて、はい、羨ましい。見せなくて見せなくてもいいと思うんですけど。何をさせるんですか。すいません。はい、ちょっと、あ、すいません。あ、すいません。なんだ今の、今の絵面。すいませんね。素で笑ってしまいました今。いや、なかなかこう機転の利く子だね。あの子ね。いや。木田さん身を乗り出したんでしたねこれ。この顔。この顔ですよ。この顔ですよ、もう。面白いですね、もう。前出て、なんか歯出てましたね。あんな顔、俺あんま見たことないですね。木田さんの。あんな顔。すげえ。ちょっと失礼しますね。あの素で笑いすぎた。鼻が出ました。すいません。はい、久しぶりにおかしかったですね。はい、ということで6月18日の、マイエコーヒーからの、差し入れでした。はい、さあ次参りますか。続きましてはサンセットです。はい、サンセットからは、3本届いてますね。それではまずは6月19日サンセットは沢田サンセットです、それでは。ちょっとごめんなさいね、今チャットでさすが民間の気象会社って書いてる。違う、さすがの部分が違う。ちょっと違うよって。ごめんなさいね、ちょっと気になってしまう。すみません。そこでさすがって言われちゃった。はい、番組審議会入りだ。さあ、それでは行ってみましょうか。6月19日沢田サンセット、それではどうぞ。ちょっとですね、皆さん、はい、失礼します。今ですね、大変なことになってます。お天気カメラ行きます。実はお天気カメラからは夕日が届きました。なのでちょっとあの白うさぎさんには忙してしまってすいませんでした。本当に
いやびっくり、びっくりですよこれ。みなみん持ってるねって。いやいやいや、私じゃなくて皆さんの日頃の行いがいいからですよ。すごい隙間から夕日が見えました。なんとかなりね、スタッフさんが焦ってたんですよ。みなみん早く巻いてってまゆゆが。すいません白浅木さん、でも両方張らせていただきます、ちゃんと雨も曇りも。いやでもよかった、今日ねどこもあんまり見えないところが多かったので、はい、あ、千葉張りましょう。もうこれはねゴールデンでいいですよ。全然ゴールデンでいい。だってそれだけ心にね染みるものをくれましたもん。この太陽が沈みました。今ゴールデンの太陽を探している間に沈みました。ガーンまあいいや、ちょっと張りますよ千葉。ゴールデンくん、あーゴールデン張りました。ねえ、ねえ、ルール度外視。あれね、ルールはどうなったんだ。あ、いやいやいや、ナイスタイミングでしたね。いや、大丈夫ですか、なんか咳き込んでますけど。大丈夫ですか。ねえ、3個でゴールデンなんですよね、あれね。白うさぎさん大変失礼しました。何か足早に終わってしまったみたいで、でもまあこれもライブですね。あれ磁石でやってるんだ今。弱そうな磁石だね。あの磁石が弱いんじゃないそうです、髪が厚いそうです。同じことなの。同じことだよ。はい、さあ続きまして6月21日金曜日の岸間サンセットからいただいてます。それでは見ていきましょうか、どうぞ。こんにちは。6月21日金曜日のサライブサンセットの時間です。この時間の担当は岸間絵里香です。よろしくお願いします。ちょっと引っ張っちゃってるんですけど、始まる直前にインターバル中にね、曲が流れるじゃないですか。いろいろと24時間やってるのでいろんな曲が流れてると思うんですけど、まあ、もうここにいる人たち私も含めてそのインターバルで鼻歌歌えるんですよ。次のインターバル何かもなんか分かって、大体分かるようになってきてしまって、毎日聞いてるので、だからちょっとそれって気持ち悪いことだよねみたいな話をしてて、ちょっと笑いのツボに入ってしまいました。皆さんは歌えますか。毎日見てたらでも覚えますよね。そんなことないですか。なんかこうサライブだけじゃなくても CM ソングとか何ですかね、やっぱりドラマとか見てても間に入ってる曲、そうそう挿入歌とか覚えちゃいますよね。そういう意味で、そうそう毎日変わるからね。毎日変わってないんですよそれが。あ、そうね、そうね、時間帯によってちょっと変わってはいますけど、まあリニューアルしたタイミングで変化したりもしますけど、いやさっきのタッタッタラッタッタララタラッタラッタッタララもう全然歌えますよ。はい、インターバルの曲を、そうですよね。なんか僕ミッドナイトのなんか
変な和風な曲あるじゃない、ミッドナイトに流れるリポートとか出す、あれ最初なんだよこの曲って思ってて、毎晩深夜にあれ聴いてると落ち着くなみたいになってきちゃっておかしいよあれ、あれおかしい、そう厳選リポート写真が、そうそうそう、本当に最初変な曲だなと思ってて今いっちゃん落ち着く、夜中夜中に聴いて一番あー今日も終わったねっていう風になるあれだ、そうそうそう、これ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 ね、和風のファミレスって面白いね、和風のファミレスってなんてところが、なんだろう、夢や民芸いや本当この時間に全然合わないですよ、もうなんかね2時とか3時超えないとこれしっくりこないよ、もう全てもう出し切った後に聞くこれ花屋よへ、そうだねこれ民放で流れてたらって流れないよこれこんな選曲しないもん普通あ、判断力なくなってる時間なのか、なるほど確かにそうかもしれないですね、はいはい、ということで、あ、もう一本あります、サンセット6月22日土曜日も岸間サンセットから届いております、それでは見ていきましょう、どうぞ。じゃあ山梨県の藤吉さん、こんにちは。はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、もうすごい可愛いのが映ってますねはい、ちょっとテンション上がっちゃいました。2週間くらい前に、はい、2週間くらい前に生まれたそうで、へえ、白鳥の赤ちゃんですよね。赤ちゃんですね。へえ、かわいい。やっぱり違いますか、うん、産毛なのかな。そうですね、まだモフモフっとした感じで。かわいい。え、これはもうつがいなんですか。これはつがいです。で、ちょっとやっぱり子供がいるんで気が立ってるんで、今日はこれ以上は近寄れないです、ね、なるほどなるほど、やっぱキョロキョロしてるね。なるほど、そうですね。今何をしてるんだろう、その子たちは。水、今ご飯中ですね。ご飯中、へえ、はい、じゃあもう本当に住み着いてるんですね、白鳥が。そうですね、ええ、うん、そうですね。なんかよ、まあ、ここじゃないんですけど20匹ぐらい集まるようなところがありますね、はい、そんなにいるんですね。じゃあ 20羽ですか。20羽。でもファミリーなんですかね、みんなで。もうファミリーというか、あ、団体。一応ですね、あの自分の見る感じだと大きく分けて3つぐらいのグループに分かれてまして、はい、なるほど。で、餌場があるんですけれども、そこも交代で、はい、なんだろう、入れ替わるような感じですね。へえ、これはもう、今そういう繁殖期なんですかね。どうなんでしょうね、そこまでは詳しくないんですけど。そう、そうですよね。へえ、でも見たところ3匹が同じ兄弟ですね。そうですね、兄弟で生まれましたね。なんか珍しいというか、あまり見られないものを見られました。ありがとうございます。あ、いえ、とんでもないです。なんか今後もなんかちょっと注目したいですね。注目、そうですね。追跡リポートしたいですね。はい。そして今日は夕日もバッチリですね。そうですね。うん、また今日ちょっと逆光で富士山は、ああ、でも今日、 ありがとうございます。今日富士山が記念すべき日ですから、世界遺産に登録されたということで、やっぱり藤吉さんもひとしおなんじゃないですか、嬉しさが。そうですね、うん、あの富士山周辺地域では各地でイベントが行われるみたいでして、やっぱりそうですか、もうお祭り騒ぎでしょうね、そうですね、あのここ山中湖でも花火が上がるようなことを先ほど町内の放送で言ってました、そうですか。じゃあちょっと白鳥さんもびっくりですね。はい、ということで名場面ですね。いや、この藤吉さんが毎回毎回本当にありがとうございます。このハンガードでなんかこう
お礼を伝えたい。電話してみます。夜中に夜中に藤木さーんっつって。大迷惑とか書かないで。迷惑なの？でここに参加されてるとはいいんですけど、まあ日曜の夜ですが。いや本当に毎回素晴らしい富士山と、あそこは山中湖ですかね、本当に絶景ですよね。いい、あそう山中湖、ありがとうございます。いいですよね富士五湖。うーん、遊び行きたいな。あの周りにあるこのペンションとかがまた雰囲気いいんですよね。大好き。川越湖、山中湖あたり避暑地ですもんね。いいですね、また行きたいな。え、なんですね。星も綺麗なんだろうな。ね、またガウンで中継。全く予想してなかったんですけど、僕あの軽井沢行った時に、休み取って軽井沢行ったらですね、その日の夜が僕の番組だったっていう話。え、今軽井沢にいるけどって電話をカンタロウとしたことがありますけどね、聞いてないよみたいな話。びっくりしました。あ、その時にカンタロウが初めて MC やった、責任を取った。はい、なんで僕あそうだよ、3月ね、そうだそうだそうだ、すげえ寒かったんですよ。雪降る中、僕露天風呂から中継入れたんですよ。そうだそうだそうだ、風呂から中継したやつ。そうだ、ポサを出したくて風呂に行って裸足でいたんですけど、雪降る寒さだったんですよ。露天風呂超寒かった。あそこから始まったんですよね、カンタロウの出役っていうのもね。いやー、ちょっと歴史を感じました。はい、ね、今度ちょっと藤木さんの山中湖に今度遊びに行こう、番組で。なんか富士山企画やろう、うん、おめでとう世界遺産みたいなやつ。今みたいな感じ。音楽スタジオは、あ、そうなんですよね、ありますあります、すごいいいとこあるんですよ。そう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 、あのメイコさんとかも使われてるって、うん、あのレコーディングの時にちょっと盛り上がりました、ね。さあここでなんですが、ちょっと、最新の天気いきましょうか。予報センターは草田さんいいかな。はい、どうぞ。はい、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか、はい、最近めっきりカメラ映りが良くなりましたね。え、そうですか。おお、あれ、なんか髪切ったからかな。え、切ってないです。あ、そうか。はい。なんでしょうね。そうですかね。慣れてきたから。後ろ変わったからですか。いやいやいや、違います。綺麗になったねって感じで。どうもありがとうございます。恋をしていますか。どうでしょうかね。どうでしょうかね。私もニアさんと同じ類なので。あ、門は開けてる派ですか。はい、そうです。あ、なるほど、はい。いや、さすが民放の、ね、気象会社だなってところがありますけど。いや、この間の、はい、この間の名場面で、はい、あの柳と庭が、ね、そうそう3人でやってた木曜日ナイトのやつが、はい、ちょっとなんかカオスな感じで面白かったです。あの深夜にここで3人ぐらいでいると結構濃い話を、うんうん、いろいろ、ね、予報に関してもそうですけどね。いや、話も濃いけどキャラも濃い。あ
他の二人が濃いですね。特にね。何をおっしゃいますか。三人とも僕から見ると濃いです。いやじゃなくて。私割と緩和してるつもりなんですけど。あ、そうなんだ。はい。いやでもあの二人のなんかいじり、うん、いじられ合いみたいのを見てると結構面白いですね。そうですね。はい。はい、とってもいいと思います。はい。さあ、それでは天気の話に参りましょうか。はい、最新の天気なんですが、はい、今は、はい、10分天気のマップから確認してみましょう。うん、はい、はい、西日本はですね、うん、結構広いエリアからポツポツパラパラと降る雨の報告いただいていますね。ところどころザーザーと強まっていて、九州南部、特に鹿児島あたりでは、はい、ザーザーと降ったりですとか、一部ゴーッと激しい雨も降っているところもあります、はい。あとは東日本ですが、関東北部中心に、ザーザーザーと雨が降っていますね、はい。北日本のエリアは、北海道の道北エリアからポツポツという雨の報告をいただいていますが、ほとんど晴れて穏やかな空となっています。この雨を降らせている雲なんですけれども、はい、現在ですね、前線の雨雲が、西日本、東の日本の方広がっていますね。こちらが前線の雨雲になっています。はい、関東北部の雨雲はこちら深夜までと、見ていまして、朝には一旦弱まっていきそうですね。ただ西日本、東日本に広がる前線の雨雲、明日、日付変わりましたので今日ですね、今日の昼間も、東の方向に移動して、各地で雨を降らせる可能性があります。特に九州ですとか西日本の太平洋側のエリアですね、こちらのエリアに関しては前線の雲がかかりやすい状況となりますので、雨が降ったり止んだりといった状況になりそうです。はい、その他のエリアに関しては昼間は、パラパラさー程度の、にわか雨となるところがほとんどなんですけれども、場所によってはざっと強まる可能性もありますので、折りたたみ傘を持ってお出かけになってください。はいはい、あとは北日本もですね、今は晴れているところ多いんですが、昼間は山沿いですとか北海道の方中心ににわか雨となる可能性がありますので、折りたたみ傘が必要となりそうです。今日折りたたみ傘が必要ないエリアに関しエリアというのは東北地方の沿岸部中心になりそうですね。その他のエリアは結構雨が降ったりにわか雨となるところがありますので、はい、大きめの傘ですとか折りたたみ傘があった方が良い一日となりそうですね。うん、はい、なるほどね。これ前線はあんまり動かない感じですよね。はい、そうですね。天気図チャンネルで確認してみますと、はい、天気予報、うん、そうですね、今の、実況の天気図で、はい、このあたり九州南部から東日本の太平洋側のエリアに広がっていますが、明日の、今日の夜、月曜日の夜になってもだいたい同じ位置になりますので、あまり変化はないですね。で、特に前線の直下、前線にすごく近いところにあたる九州南部ですとか東シナ海側のエリアはちょっと一時的に雨が強まって激しい雨になってしまう可能性もありますので、はい、この辺りは雨の降り方に十分注意していただきたいと思います。そうですね、はい、気温を確認しておきましょうか。お、気温なんかちょっと薄ら寒そう、はい、そうです ね、 ですね。朝はですね、雨が降るところも多いので、うん、ちょっとひんやりと肌寒く感じるところもありそうですけれども、これは前線の北側だから、そうですね、前線の北側にあたる、まあ、関東ですとか、うん、まあ、東日本、西日本の広いエリアに関しては、うん、朝はひんやりと感じられるところもあると思うんですが、はい、昼間はやはり、うん、この時期ですので、それなりに気温は上がって結構ムシムシジメジメとした体感になるところが多くなりそうですね。うん、梅雨らしい天気ということになりそうです。なるほど、はい、はい、沖縄は夏空ですね。
もう夏満喫といった天気になると思いますが、いいですね、熱中症対策、紫外線対策、しっかりとしてください。はい。はい。草田は夏派ですか？私ですか？うん、私は冬派です。おお、そうなの。じゃあ暑さに弱い感じですか？いや、まあ夏は夏で楽しめるんですけども、うん、やっぱり冬のが好きですね。へえ、はい。なんか雪が好きなので。ああ、そうなんだ。はい。雪国出身？長野県なので、まあ、そんなに雪国っていうほど雪深くはないんですけど、いやいやいや、冬の東京オリンピックがあったぐらいですから。あ、そうですね、うん、寒いのは強いんですけど、うん、でもちょっと千葉に来てからだいぶ弱くなりましたもうなんか、あ、そうです、ダメですねなるほど、はい、はい、じゃあ月曜日になりましたんで、はい、ちょっと週刊目線のコメントもいきましょうか、はい、週刊目線で見ますと、はい、今週は、うん、どこがポイントになりそうですか？また天気図確認してみたいんですが、うん、ちょっと再生しますね。月曜日に、うん、あの九州方面にかかっていた前線は、うん、今週ずっとこう南海上を、あら、あら、止まりました。うん、木曜日、うん、金曜日、金曜日、あ、ずっとですね、土曜日にかけても、そうなんですよ、同じような位置にうろうろ停滞しがちで、少し北にあの盛り上がってきたり、また南に行ったりという感じになりそうですね、はい、なので、天気図で見るとそんな感じなんですけれども、天気予報チャンネルで、はい、見ても、西日本、東日本の太平洋側のエリアは、うん、あの結構すっきりしない雲の多い日が続きそうですね、うん、まあ、雲の隙間からあの日差しのチャンスも十分ありますけれども、はい、まあ、しっかりと晴れるというよりは、まあ、曇りがちで雲の隙間から日差しのチャンスあり、まあ、ただ、日差しのチャンスがあっても少し前線が北上してくると、雨が降ったりですとかということもありますので、ちょっと梅雨らしい、あの本降りの雨はなくても雲が多い1週間ということになりそうですね。特にこの水曜日あたりは雨マークついていますが、先ほど天気図で見たときに低気圧があの盛り上がってきたタイミングですね、はい、このあたりは、西日本、東日本中心に、雨が降りやすいタイミングとなりますので、まあ、こまめに、天気予報の方確認していただいて、はい、洗濯など計画にしていただきたいと思います、はい、北日本のエリアに関しては前線から離れていますので、比較的あの日差しのチャンスが多い1週間ということになりそうですね、はいはい、ただこれ前線ちょっとしたこの位置だと、はい、ちょっと北に上がったりとか、そうなんです、ね、南に下がったりした途端に、そうなんですよ、ガラッと変わりそうですね。そうなんです、だから非常に読みにくいというか、あの予報センター泣かせの1週間ということになりそうですね、うん、はい、いや、そういう意味では本当に今週は折りたたみ傘をずっと持ってた方が良さそう。そうですね、カバンの中にあのいつ入れておいても損はないかなという感じですね、うん、逆にちょっと長めの傘だと、うん、あの邪魔になってしまうこともあると思いますので、うん、あのその辺はよく週間の天気マークなど確認していただいて、うん、そうですね、はい、過ごしていただければと思います。草田はどっち派ですか？私ですか、うん、私は長傘派ですね。あ、そうなんだ、はい、折りたたみ傘あんまり得意じゃないです。あ、あのうまく畳めないとか。うまく畳めないのとあとちょっと幕張風が強いことが多いので壊れちゃうんですよね。壊れます、はい、すごい壊れます。そう、ビニール傘もちょっと壊れてしまうので、なるべくしっかりした傘持とうかなと思ってますけど。僕も一回ですね、幕張でどうしてもっていう時にビニ傘買って、コンビニ前でバッて開いた瞬間にビニールバッて飛んでたことがある。私もあります。 あります5分ぐらいで壊れたことあります。これ結構レアだなって自分で思ってて、開いた瞬間飛んでっちゃったんだ。そう、結構ね、雨の日とか、うん、その辺に傘転がってたりしますよね。そうですよね、
僕はちなみに折りたたみ傘派なんですよ。あ、折りたたみ傘派ですか。うん、そう、なんかこう折りたたみを畳んで、はい、なんか置物になるみたいな傘シリーズがあって、はい、あ、そんなのあるんですか。そうそうそう、結構それハマってて。へえ、おしゃれですね。5色揃えると、はい、ゴレンジャーみたいなで名前がカサレンジャーって書いてあるんですよ。え、顔とかついてるんですか。折りたたみの頭に顔がついてるんですよ結構デカめの顔がついてる。刺してるとなんか面白い感じなんですけどすごいですね。でそのカサレンジャーシリーズに、はい、新しくなんかのなんかね、ちょっとヨーロッパのモデルみたいな人たちのシリーズとかいろんなものが出てて、すごい。そういうのにハマってました、ね、面白いですね。でもそれも本当に耐久性なくて幕張でゴレンジャーはまず全滅したんですよ。全員折れたんですよ骨が。もったいない、ね、今うちの玄関に飾ってありますけどね。 そうなんですね。破れた人たちが戦った後の戦った後頭取れたやつもいたんですけどそうなんですか。すごい。はい、ということで、はい、今週はそういう傘手放せない感じ、そうですね、ですね、油断ならない感じ、油断なりません、うん、ということで、はい、はい、分かりました、ありがとうございました、はい。さあ、ということでなかなかいい味出てきたね、草だもね。あ、とてもいいことだと思います。なんかね、すごい楽しそうなんでね、なんか見てる方が楽しくなります。キャスターへキャスターへって言われてますけどねはい、ということで、最新の天気お送りしましたというところで、はい、あと30分だ。一つご相談がございます。皆様にこの調子でやっていくとですね、名場面を終わった時点で1時になりそうです。あと9本もある。あ、1時過ぎそうです1時過ぎそうなんです。今日は深夜の企画会議やりますか。やるんですか、やりますか。やるとしたらですよ、皆さん1時過ぎになるんですよ。1時過ぎに企画会議やりますか。本当ですか、参加するんですか。いつものことでしょ。違います、そんなことないです、そんなことないですけど、メンテナンスが1時25分ぐらいなんですよ、日曜メンテが。それまでには終わっとかなきゃいけない。キャンバスやっちゃってる。やるしかないですね、やるしかないですね。じゃあね、もう皆さんがそう言うならやるしかないですね。わかりました、それではやりますか。メンバーメンを、はい、メンバーメンもうコメントしないで全部流すっていうのはどうですかね。その間僕休みますんでじゃあまずソライブムーンから見ていきましょうか。はい、あ、先に言っておきます。もし参加表明されていてもですね、その時間まではちょっとっていう方はもう何もおっしゃらなくて結構ですから、大丈夫です、無理しないでください、はい、寝てください、はい、それでは参りましょうか。ソライブムーンは6月17日月曜日、沢田ムーンから届いております。それでは参りましょうか、どうぞ。続いては気象解明プロジェクト、測る X。 はい、
かがでしたでしょうか、今日の出来栄えは何点ぐらいでしょうか。もっとね、ここをこうしたらいいよっていうのがあったら教えてください、教えてください。もう一回とか言ってもうやりません、もうやりません。2回だけじゃないですかそれ。90点59点。あ、いい点数つけてもらうのいいですね。10点。みなみが少し早い、みなみが少し早いって、早い、立ってやった方がいいよって、立ってやる、もっと溜めてって。ちょっとかぶり物ないのってどんどんハードル上げていくの、スタッフがですね、やめてください、悪乗りするんで。今日のスタッフ悪乗りスタッフなんで皆さん気をつけてください。平気で悪乗りするタイプのスタッフです。井上さんってめっちゃバレてます。バレてますね。パジャマではやりませんよ。え、立って？あ、立ってやる感じですか。立ってやる感じみたいです。立って。希少解明プロジェクトみたいな。測るX。スタッフがカンパケでって言ってるんで、もう一回やります。何ですかカンパケって。ちょっと振り付け教えてもらって。危ない危ない危ない。私も分かんないですもん。適当にやりました。じゃあ今度こんな3バージョンでいいですよ。無理無理、言ってくださいよ先に。気象解明プロジェクトを最初にタイトルコールしてもらったら私合わせるんで。ああそういうこと、はい、そこもでもちゃんとやってくださいよ。なんかこう何をやるの、なんか気象解明。ちょっと待って、そんなこと言われてもできないできない。恥じなさってくださいって来てますよ。なんだろう、せーの。はい、行きましょう。なんなんだこれ、なんなんだこれ、大丈夫か、月曜日大丈夫か。ん ?1 時間半に拡大した意味はあれじゃないぞ。言っておくけど、うん、でもう一個言っとくけど、測る企画で届くのは毎回ここだぞ。違うぞ、内容で届けよ、内容で。なんか違ってるぞ。もうね、3回か4回見てるぞ俺、名場面でこれ、うん、で、あの最近あの測る X ってやった瞬間にテロップかぶってんじゃん、何の意味もない。何の意味もないです。次回届いても出さないからね。次回は、あの井上も最近、井上ディレクターもなんかデバランとかって言われて調子に乗ってるから、俺もう呼び方変えることしちゃう、アウトレイジ井上。アウトレイジだあいつ、はい、もう二度とアルデバランとか呼ばないよ、アウトレイジ、はい。さあそれでは2本目いきましょうか。こちらですね、6月18日火曜日の、ここはあれです、ニュースのところでもご紹介した、正岡、うちのスタッフの正岡が出て、ね、交通気象雨の日のリスクを考えよう、ヒヤリ体験みたいなやつです。それでは参りましょう、どうぞ。では、はい、じゃあですね、はい、雨の日ヒヤリ体験のそうですね、はいはい、ランキング上位に上がったものを説明していきたい、紹介していきたいと思います。はい、はい、でまず一番回答の多かったもの、ちょっと私ですね、意外だったんですよね、はい、あのハイドロプレーニング現象でヒヤリとした、はい、という方の回答がかなり多くてですね、はい、なるほど。で、ちょっと澤田さん、このハイドロプレーニング現象って、はい、あの聞いたことあります？いや、ちょっとあんまり馴染みのない言葉ですよね、うん、どういう現象なんでしょうか、はい、これですね、どういう現象かと言いますと、はい、ちょっとあの絵で見ていきたいと思います、はい、
結構雨の日、路面が濡れている日ですね、起きやすい現象なんですが、はい、まあ、車よく運転されている方はもちろんご存知だと思うんですけど、はい、何が起きるかと言いますと、ちょっと次の画面行ってもらえますかね、はい、車が走行している時に、はい、水たまりだとか、あと道路ってこうみんな通る、はい、場所が決まっているの で、 そうですね、タイヤが通る部分ほどちょっとへこんだり、やっぱり道路がですね、老朽化が進むほど、はい、そのへこみ具合、わだちも増えてくると思うんですけれども、はいはい、まあ、そこでですね、タイヤと路面の間に、うん、水が入り込んでしまって、はい、車がなんていうんですか、その水の水面の上を滑るようになってハンドルがうまく効かなくなったり、はい、あとブレーキがですね、効きづらくなったりする現象で、まあ、まさにですね、ドライバーさんは、まあ、特に結構コメント見てて多かったのが、はい、一般道よりも高速道路の方がみんな運転でスピードを出すので、はいはいはい、このハイドロプレーニング現象に遭遇したという回答が多かったんですね、はい、ですので、まあ、各全国ですね、高速道路あるかと思いますけれども、はい、まあ、スピードを出しすぎると雨の日はこういったハイドロプレーニング現象、車が、うん、水の上を滑るようになって、はい、ハンドル操作やブレーキが効かなくなるっていうことになってしまいますので、はい、やっぱですね、やっぱ安全運転が一番だなと、うん、そうですね、うん、思います。で、他にも、はい、どういうところで起きやすいかというと、うん、今画面に出てるんですけれども、はい、トンネルの出口、出口ですか、はい、あと雨が止んだと思って、はい、結構みんなこうスピードを、はい、降ってない分視界も良くなってくるので、はい、スピード出しちゃったりすることあると思うんですが、はいはい、まあ、まだ濡れている間は雨が止んだとはいえ路面の状況に注意かなと。あと先ほどもお伝えしましたが、はい、道路のくぼみの輪立ちがあるところですね、はい、そういったところほど滑りやすいということで、はい、ちょっと私実際ですね、はい、この体験をしたことがなかったので、はい、ソラミッションチームのメンバーにこの番組が始まる前にちょっと聞いてみたんです、はい、そしたら、はい、ソラミッションチームの増山さんが、はい、車好きなんですけど、車好きなんですか、はい、ハイドロプレーニング現象、経験したことありますって聞いたら、はいはい、あるあるって普通に答えられてて、ね、私はどこでしたんですかって言ったら、やっぱり高速道路だったっていう話でですね、結構身近にもこういった経験の方って多いんだなということを、ソラミッションの参加者の数からも分かりました。はい、はい、ということで、告知枠ですかこれあ、違います、いいなそれ。これ先ほどのですね、ちょっとコラボしてるみたいな首都高さんのですね、スマートドライバー企画のフェイスクイーンですか、はい、どうも、はい、この今年作った2013年の傘だそうです。でこれにキャスターがサイン書いてお送りしたんですよね、はい、うん、キャスターと福島勘太郎勘太郎のも送ったの、それめ、はあ、ごめんなさいね、ほんごめんなさい、それ聞いてなかったですけど、ね、申し訳ございません。なんで勘太郎がもう当たった方は申し訳ございませんそうなんだ、一応キャスターだからそんなもらって嬉しい人いるんですか、はあ、リポート来た、あ、そうなんだ、当たりじゃないね、ハズレだね、それだね、正岡さんにすればよかったね、その通りじゃん、正岡のしないの、あー作ってないんだそうなんだ、はい、ね、なんか傘企画うちもやりたいな、ね、傘作りたいな、ね、え、あー、これ、あ、そうか、これに書けばいいんだねえ、ビニ傘だと見えないからこういうちょっと半透明なビニ傘に書けばいいんだ心に傘をで作ってはうまいそうだなあ、勘太郎の弱い心に傘をってコメントも来てたからね、いいですね、たくさんプレゼント、すべて手作りですけどね注文受注でやりますはい、ということでスライブムーンは以上ですね、はい、
続きましてはナイトです。ナイト盛りだくさんで参ります。まずは空歌のナイトから届いております。それではどうぞ。このタイトルはどういう思い出というか、なんかこう、こういうフレーズもあったりしたんですか？あの心に傘をって実際のそのなんかあの心に傘を差そうっていう歌詞、まあ、詩自体はなかったんですが、うん、まあその君に対してその多かったのがその人に対してこう、うん、僕が助けになりたいとか、うん、そういうのがわりかし多かったんですね。でそのみんなでこう5人並んであのテーマどれにするとか、はいはいはい、なった時に、うんまあ、頑張る人へとかつながる思い、まあ、今回 その主なテーマだったりしたんですけれども、うん、あの私の中ではわりかしこう頑張る人へっていうのがあの自分の中でやっぱあったので、まあ、それも含めてあの書きたいなと思った時にあのこう傘ってこう別に一人で差してても全然いいんですけど、二人で差す時の、まあ、これも多かったんですけど相合い傘とか、こう二人で一緒にこう傘差して街歩こうとか、うん、傘を駅までもう送りに行った時にこう傘を二つ持っていくとか、うん、結構そういうのが多かったので、あ傘をこうなんかなんだろう心の架け橋というかそういう風にしたらすごい素敵だなと思って、はい、なのでその心に傘をっていうのはその一番この冒頭の振り出した雨の中でそっとその心に傘を差していくよっていう、うん、これをがかけた時にあ心に傘をにしようと思って、雨のち晴れっていうのもまあここに、うん、いい話やね。はい、ゆきなさんがわざわざスケジュール開けて来てくれて、直前まであのリハーサルやってたそうですけどね、別のそのライブの、はい、さあ空歌ナイトからは3本届いてるのでサクッといきますけど、次はですね、サポーターリクエストのやつです。リクエストいただいた名場面名場面で参りましょうか。朗読の世界です。それではどうぞ。泉ちょっと朗読しますか。じゃあ、いいじゃない。なんか私がしていいのかって感じなんですけど、うん、私あのコミカルになっちゃうから、ゆきのさんにあの、はい、言っていただくとですねどんどん歌になってはい、では読ませていただきます。わあ、帰り道の途中君が立ち止まる、うまくいかないんだと肩を落とす、見えない不安や解けない孤独を涙と一緒に全て消せればいいのに、降り出した雨の中でそっとその心に傘をかざしていくよ、きっと笑顔に戻れる日が来る、止まない雨はないからとそう言ってくれたあの日の言葉を君に今僕がつなげていくから、いつまでも厚い雲がかかる灰色の空を透明の傘から二人見上げていた、明日やその先がわからなくなる時は何度も何度でも君を連れ出していくよ、降り続く雨の中でずっとその心に傘をかざしていくよ、きっと風が後押ししてくれる、大丈夫だと信じていれば辛いことも思い出に変わっていく、君に今僕が伝えていくから、この先でも雨のち晴れのように色とりどりの日々だけど手と手を結んでいこう、人は一人じゃ生きられない、誰でもない僕はここにいるよ、君は君らしくいればいい、雨上がりの空虹がかかる、光が差す季節が訪れても君と過ごしてゆく日々はずっと続いてゆく、歩いてゆこう。あー、うん、こ
これはどっちの名場面かな。ん？微妙に迷ってないか。大丈夫かな。大丈夫ですかね。はい。なんか中学生が国語の時間には先生に当てられたみたいな、そんな感じがしましたけど。まあでも何の打ち合わせもなく本番でいきなり振られてますからね、まあ、よく噛まずに読めましたね。うん、ね、多分初見じゃないですね僕の読みだと。うん、初見だと多分噛むと思います。うん、なので多分あの子は事前に読み込んでますね、あの歌詞を。だからだと思います。はい、サポーターリクエストありがとうございました。さあ続いては、 あれか、なるほど、緊急乱入したやつですね。それでは見ていきましょう、どうぞ。はい、さあそれではじゃあ餃子パーティーいきますか。せーの、いただきます。じゃあもうこれ先生最初にどうぞ。僕は出させていただいて初めてがいただきますな。どうなんですか。全然しゃべってないけどいただきます。それではこの、はい、じゃあよりでいきましょうか。顔作りすぎです。美味しいです。あのね、下の餃子ね、あのね、ニンニク多いから美味しいんですよ。めっちゃいい顔します。めっちゃ美味しい。どうぞ皆様。このじゃあお餃子を。竹内さんどうぞ。はい、いただきます。超美味しいです。リバウンドしちゃう。もう始まってます。すみません、いただきます。お。はい、もうちょっと寄って、はい、寄ってさあ、どんな一言が来るのか。太れ。はい、ということで、いや、王将に行きたくなりますね。餃子はいいですよね。ちなみに僕も今日餃子食べました。お昼にソフトクリームは夕方です。お昼に餃子食べました。はい、ということで、空歌ナイトからは以上ですね。はい、続きまして火曜日の幻彩ナイト、6月18日火曜日の幻彩ナイトから届いております。それでは見ていきましょう。あ、そうだ、これもあれだ、これもサポーターさんリクエストで来てます。それでは見ていきましょうか、どうぞ。まあ、ここではですね、せっかくですから、あの高井さんの生の声を通じてですね、はい、なぜ今現在に目覚めてしまったのかというのを聞いていきたいと思います。はい、あのもともと、番組お天気のポジションをずっとさせていただいてたんですね。でその関係もあって、うん、まあ、ある NPO 法人から、はい、あの小学校の環境デマン授業をするので、ちょっと講師お手伝いしてくれませんかということで、あの中四国 の、うん、あの小学校を回るようになったんですね。で中四国の学校を回っていって、最初はあの東京にその NPO があるので、その事務局から送られてきた教材をそのまんま使ってやってたんですけど、そうすると子どもたちの反応がちょっとなんか、なんですかね、あんまり身近に感じてもらえない感じがしたんですね。なんか遠くの話だよねみたいな。そうなんですよね、はい、まあ、世界の話もするし、日本でも割とあの東京中心のお話だったので、へえ、東京は大変なんだねぐらいの感じになったんですよ。なのでちょっとこれではまずいんじゃないかということで、あの中四国それぞれ特徴があるので、その特徴的なところで、今もしかしたら地球温暖化が影響して気象災害が起きてる
ングかもしれないっていうところのお話もしましょうということで入れていったんですね、はい、そうすると自分の近くで起きた災害だとものすごく身近に感じてくれるというのが分かって、でそれで